こんばんは。年も押し詰まりましたね。今年1年の締めくくりで、私に起こったイベントといえば、武蔵野美術大学に30年近くね、非常勤で教えてきたんですけれども、定年になりまして、最後の授業を終えたことですかね、やっぱりね。で、まあ、私の大学時代の研究室のね、恩師が、もともと、基礎デザイン学科の向井修太郎先生、が基礎デを作った人ですね。その人と一緒に、記号論とかね、論理学とか、そういう、まあ、およそ美大とはちょっと離れた、教科を教えてくれということで、私の先生が言ってたのが、代々伝わって、私まで来ていたわけですね。まあ私の後輩の人たちも教えてますけどね。で、まあそれは基礎デザイン学科っていう学科がデザインサイエンス、あるいはサイエンスオブデザインということで、バウハウスの教育を取り入れて、ただ単に、まあアート、特にデザインのような、実務的な仕事をするだけではなくて、その原理としての科学や哲学や広い教養をね、身につけてほしいということで、まあ私たちも読んでいただけたんだと思います。で、まあそうですね、私がずっとその30年教えて、自分のやってきたことの特徴だと思うのはね、まあ美大で教えるというのは私にとっては本当に楽しいことで、まあ早稲田のね、文学部とか政治経済学部とかで教えたこともあるんですけれども、まあ政経は今でも教えてますけどね。まあどっちかというとやっぱり実学で世の中のなんか役に立つことに直接つながってる学部ですからね。まあそれに比べるとアートというのは直接何につながるかわからない。まあもちろんデザインはその中では実用性が高いものだとは思います。でもね、やっぱり大学でアートをやるってことは単に技術を学ぶだけではなくて物の考え方、物の見方ね、そういうことを鍛えるという点がすごく大事なわけですから、まあそういう点では私もノリノリでですね、いろんなことをやってみました。で、論理学をね、最初に教えることになった時に、美大生に勉強してもらうわけですから、なんていうのかな、ただのレポートとかね、ただの丸バスの試験だけで成績をつけるのはつまらないので、夏休み中に作品を一つ作ってもらうことにしてですね。で、そのヒントとして1学期、まあ、前期の最後に映画を一本見て、これは90分では見られない映画もあるので時々編集したりしましたけどね。で、その映画を一本見て、私が出したテーマに沿って、まあ何でもいいんですよテーマをどう解釈してもね、作品を出してもらうと、秋にね、そういうね、授業をやってたんですよ。そしたらね、いろんな作品が集まって、本当に今でもこれはいいな、すごいなっていう作品は撮ってあります、ちゃんとね。で、そうですね、テーマはね、見えないものを見えるようにしろとかね面白いでしょ。あと、謎を作れとかね、謎を出せとか、まあそういうふうなテーマですね。で、まあとにかくいろんな作品が出てきました。謎を作れっていうテーマの時に白いボックスを開けたらね、私の胸から上の胸像を紙粘土で作ってくれた人もいました。で、これは最初にYouTube の私のプロフィール画像にしといたんですが、ちょっと顔が悪いというので今差し替えてますけれどもでも若い時の30代から40代の私の顔そっくりなんで、さすが美大生と思いましたね。完成度が高いです。で、まあその他ね、いろんなのがあったなぁ。あれはなんだっけなぁ、なんか意味と無意味かなんかのね、意味と無意味というテーマを出したら、
やっぱり女子学生が早く開けてくださいと書いたボックスを提出して、開けたらね、お弁当が詰まってるんだよね。で、そのお弁当は何かと思って見たら、意味の漂白弁当ね、どういうことかっていうと、全部白いものしか入ってないの。ご飯とあとね、ホワイトアスパラとうずらの卵と白いかまぼこかなつまり全部白くて、弁当箱開けると真っ白なんですね。つまりもう全てが漂白されている弁当ですね。まあ、これはね、傷んじゃうといけないので、すぐいただきましたけれども。写真撮ってね、ちゃんとね、記録のね。面白かったね、あれも。あとは駄菓子屋のくじみたいに、ボックスの中にいろんなものが入ってて、開けると、びっくりするものが出てくるっていうね。駄菓子屋くじを作ってくれた方もいたし。あとね、瓶の中にね、石膏でできた卵が入ってんのよ。でもね、卵の方が瓶の口より大きいのね。よくあるでしょ？ボトルシップってね、瓶の中で船を組み立てるとかね。で、果たしてどうやってその卵を瓶の中に入れたかと。まあ、私は大体作り方の見当はついたんだけどね。ただ、コメントに作品返却希望って書いてあったので学生に返しましたけどね。作り方は聞かなかったかな。でもまあ、大体わかります。多分、細い管を瓶の中に入れて、ゆっくりと樹脂なんかをそこに流して風船みたいなものでね、膨らましたんではないかと思うんですが、わかりませんよ。本当のことはね。でもできないことはないと思いました。という作品。これも謎ですね、これもね。その他そうね、過激な作品としてはね、あまり公共の場所では言えないんですけれども、白い布に赤黒い日の丸が書いてあってね、そしたら、これは私の血で書きましたって書いてあるんですが、男の子の作品ですけどね。で、さすがに本人を呼んで、作品を作るときに、身体を傷つけたりするのは僕の本意じゃないのでね。危険なことはやめてくれって言いましたが、いや、これは安全ですとか言ってたけど、本当かよと。過激ですね。いや、昔は、とんがった学生がやっぱりたくさんいて面白かったですよ。あとは、バイト代で稼いだなんか、1万円札と5千円札と1000円札をね、全部それを紙飛行機に折ってね、封筒の中に入れてある作品があって、これは現金じゃないですか。やっぱりこれをもらっちゃ賄賂になっちゃうので、で、それで一応これも写真を撮った後ですね、学生課に行きまして、で、あれは確か、なんだったかな。その学生が、授業出てこなくなっちゃったんで、見つからないので、それで学生課に行って事情を話して、学生に返却したいので、住所を教えてくださいと。普通は教えてくれないですけどね。で、住所を教えてもらって、現金書き留めで、ちゃんとお返ししました。すごいね。いや、学生に最初ね、聞いたんだよ。そういえば。聞いて、この間出た作品は、現金だから受け取れないけど、どうしようって言うんだって言ったら、先生にあげますって言うから、返しました。もちろんね。まあ、面白いよね、本当にね。で、そうね、そういう作品とか、もちろん芸術性の高い作品もあって、油絵で素晴らしい作品を描いてくれた学生がいて、あれは返却希望じゃなかったんじゃないかな。今でも持っています。で、時々部屋に飾っています。いい絵ですよ。すごくね、まあ、若い女の人の肖像ですけれども、そしたらたまたまそれ描いた人がね、研究室の助手になってて。それで、なんかの折に、その話をしたらね、本人がすごい喜んでくれて、あれ、飾ってくれて嬉しいですなんて、本人に言われたことがあります。で、その作品を書いた時の、10代の終わりだったんですかね。自分の気持ちについてちょっと語ってくれて、すごく、面白かったですね。やっぱりなぜ絵を描くかとか、
なぜ私はこの絵を描いたのかということについて の、やっぱり描いた人の気持ちなんかがね、聞けると面白いですね、そこでね。まあ、こんな風にですね、とにかくいろんな作品が出てきて面白かったんですが、だんだんやっぱり学生が変わったんだと思いますけども、マンネリ化してきてね、で、出す作品があんまり面白くなくなってきたので、途中でやめたかな、途中でやめたか、一番最後は、立体作品はやっぱり保存するのが大変なので、平面作品だけ出してもらったような気もしますね。で、まあ最初の10年間ぐらいがすごく面白かった記憶があります。まあその後、論理学は、潰されてなくなってしまいましたので、そういう面白いことをする時間がね、なくなっちゃって、ちょっと残念ですね、これはね。で、まあ、全体として見ると、学生の質も変わりましたからね。作品だけじゃなくて、授業の時に見てると、自分で塗装した変なヘルメットかぶって出席してる学生とか、あと毎週ね、髪の毛を違う色に染めてくる女子学生とかね。まあ、すごく変な人もいて、でも、美大の先生がね、変な学生にびっくりしてたら、保険に関わるのでね。本当はびっくりしていたんですが、別に俺はなんてことないよ、みたいな顔をして、授業をした覚えがありますね。そしてまあ昔はね、結構ね、早稲田でも、むさびでも、他のところでもそうなんですけど、学生とね、結構飲みに行ったんですよ、実はね。飲みに行ったからといって成績を良くするとか、そんなこと全然ありませんよ、それはね。で、まあ昔は学生も、もういろんな様々、年を取ってから入ってきた人もいればね、いろんな問題を抱えて悩んでた人もいるし、まあ、結構学生と飲みに行ったりしてね、まあ飲むだけじゃなくて喫茶店行ったりとか、もちろんそういうこともしましたけども、面白かったですね、やっぱり。私自身の勉強にもなりましたしね。でも、考えてみると、そういうつながりはもうだんだん薄くなってきて、で、今ね、まあ良し悪しについての議論はありますけどね、学生がお酒飲まなくなってきたので、で、飲みに行こうって言っても、あまりね、飲もうって感じにならないかな。これを言うとね、酒がないと話ができないのかっていう議論が先ありますけども、そんなに飲み会をやんなきゃいけないのかとかね、特にコロナでね。ただまあ、昔のああいう、みんなで飲みに行って、居酒屋で、バカな話をしてワイワイ言うっていうのも、とても、私の教員生活としては楽しかったですね、これはね。そういうこともあっていいと思います。あとまあ、読書会もやってたな、そういえば。いろんな大学の、私のまあ、予備校の教え子中心にね、いろんな大学の学生が、もう大学入ってから集まってね、いろんな英語の本なんか読んだりしましたけども、それもあんまり続かなかったんだよね。なぜかというと、試験期間中になるとみんな来週は休みますって休んじゃうので、それで間が空いちゃったりしました。でもまあこれからはね、大学に行ってた時間が空くわけですから、そういう意味ではそういうなんかね、読書会でも何でもいいんですよ。そういう意見を交換するような集まりをまたやってもいいなというふうには思っています。まあ、とにかく若い人は、何を感じ考えね、そしてどうやって生きていくかっていうのは、やっぱり年上の人間にとってはアドバイスもできるけど、でも逆にアドバイスしてもらえるような気がするんですね、私にとってはね。学生たちのやってることを見たり聞いたりして、ああ、そうか、じゃあ俺もなんかやってみようとかね、そういう感じがします。まあそんな風な美術大学での、30年近い教職生活だったわけですけどね。で、今日はね、リンクつけた音楽はね、美大出身ミュージシャンですね。最初がアンリ・菅野さん。ね、惜しいことに、もう50代の初めに亡くなられてしまいましたけども、この人が、むさびの油絵の出身かな。で、スターダスト。ジャズシンガーですね。で、なかなか雰囲気のあるね、素晴らしい本格的な人だったんですが、まあ、容姿も
すごい謎めいた美しさでね、人気がありましたね。で、次が松任谷由実。まあ、荒井由実時代は、多摩美の日本画の学生だったんですよね。で、たまたま、私と同じ昭和29年生まれですけれども、この人は、3月生まれだっけ、だから、学年は一つ上なんですよね。私は学年は一つ下ということになります。同じ年の生まれだけどね、のユーミンの、まあ、私が一番ユーミンの作品の中でも好きな不当渡る風ですね。ライブですね。で、最後に女子美術大学出身のイルカ、ね、の名残雪ですけれども、まあ、イルカさんは、この最近の、これ去年の映像ですかね、見ても、なんか全然変わってないんですよね。若い時からね。で、私よりも年上ですよ。で、ユーミンが、同い年。イルカは年上。だけれども、こうやってライブを見ると、声も変わってないし、容姿も変わってない。すごい人ですね。やっぱりなんか、美大系の人っていうのはあれかな。気持ちが若いんでしょうか。心がフレッシュなんでしょうかね。というふうに、褒めたいと思います。